に説教するようになっちゃおしまいだろう。やれろ。石井さん、今日はやめとけ。石井さん。まさかそれが差し入れじゃないだろう。臭い飯ばっかりじゃビタミンも不足するんじゃないかとそう思いまして。危険な匂いが俺を駆り立てる。静かに眠れ。